はい、皆様こんにちは。それではナイトクライの続きをやっていきましょう。ですね、モニカを今助けたというか起こしたところですね。なので、次手に入れたリモコンで上に上がります。いいエレベーターですね。ウィーン。横かな？これで、この通風口から外に出ましょう。暗いね。なぜここにまで血痕が。意外にこう、降りるのが難易度高い。ところどころに血痕がありますね。通り抜け、難しい。クロックタワー。じゃない。ないでくらい。操作がむずい。よし。そしたら、どっちだっけ。どっちでもいいんだよ、別に。どっちでもよくはないけど。空いてる方だ。こっちは外れでしたね。忘れちって。中には誰もいませんよと。じゃあこっちだ。そうすると、はい、エリック上田と、もう名前忘れちゃったけど、あの人が裸で死んでます。この人は本当に鍵を使ったんですね。じゃあエリック上田に話を聞いてみましょう。ははは。教授と一緒じゃないですね。教授の場所はわからないのです。その帰りの途中、海に投げ出されてた。教授の生存はわからないそうです。そう、ここで何を。その通風口から移動。電源が落ちているので逃げれないと。電源を手動に切り替えれば。だったらすぐに。制御盤は上のフロア、商業エリアにある倉庫にあるんですよ。そこまで上がるためにエレベーターが動いている必要があるわけで。ははは。まあ、だから上の倉庫と連絡が取れればいいそうです。簡単なことですよね。上の倉庫に、今、ケリーたちがいますよね。で、ケリーに電話して、ちょっと電源入れてよと。お願い、なんだよ。とりあえず なんか頭がアンコウみたいになってますね。これで電源を入れてもらいます。音楽になると寂しいゲームですね、本当に。エレベーターが使えるようになりましたと。そう、モニカのことをお願いしたいんだけど、と。もしかしてまだこのエリアに。ええ、実は、と。
それではその異常はだいぶ衰弱されているのではですねと。ではこの薬をお持ちになると良いでしょうと。なんか要は薬をくれました、抗生物質ですよと。あなたも一緒に飲んだ方が良いのでしょう。なぜ？よくわかりませんけど、その怪しいエリックから薬をもらいました。怪しく。とりあえずモニカとあなたも飲んでくださいということです。明らかにフラグビンビンですけどね。じゃあちょっと面倒くさいですけど、一回モニカのとこまで戻ります。モニカなの？モニカ？本当、めんどくさいですね 正直めんどくさいですね。よいしょ。で、一回完全に戻ります。ん？どこ行くんだ今。完全に下まで下ろしちゃいましょう。降りないんだ。決められた位置しか降りないですね。たまに音が鳴らない。 OK。 はい、降りたら、あとまたモニカの場所。モニカどこだっけ。モニカ、モニカ、モニカどこだったっけな。こっちじゃねえな。ここだっけ？はい。取ったら、今度は、抗生物質を渡しますと。すごいアングルですね、これね。まあ、これで一応2人とも飲みます。怪しいエリックからもらった。これ飲んどかないと後でエンディングに行けないので、てか行けなくはないんだけど、一応飲んどきましょう。はい、ではまた戻ります。 で、今度はまたエリックのところに戻って、通風口の先を行きましょうか。で、今回で終わるかなと思ったんですけど、一応もうちょっと続きそうですね。もうちょっとか、どっちにしろ次回でおしまいですけども。多少ね、ムービーとかのことを考えると、尺がオーバーしたかな。ビーン。あ、もう上だね。音だけして動かないという。もういいんだ。さっと。まあこれでモニカが元気になってくれるのを信じましょう。その間に、私らは教授を探しに行きます。うわあ うわあ綺麗に動かせないとダメですよね 綺麗に動かせないなー。すいませんね。実況聞いてるだけだと、何が、なんで急に発狂したのかって感じですけども。 OK。 必ず飲んでくださいねって。オッケー、飲みました。では、これ狭すぎますよね。この、なんつうの、はしごとここの間が狭すぎて、体をねじ込むのは大変ですよね。おい、廃品回収来ちゃったよ。まあ、すごくやら、すごい好きなアングルなんですけど、このお尻がね、お尻がこう、手前にあって、こういう、あれ、アングルよくありますよね。それで、
通ここを抜けると、ここ、あ、電話、モニカなの？ルイ？どうしてどうして、キャー、マリアさんの倉庫の中でついに化け物が入ったみたいです。で、進んでいきましょう。いいアングルですね、やっぱり何度見ても何かありますね。これもちょっと見ていきましょう。てか見ないとダメですけどね。助けて、誰か許して。ちょっとコントっぽかったですけどね。構わずそのマリアさんの上を抜けていきます。これでまたどんどん犠牲者が増えてきてしまったと。ちなみにあれ見ないとルーニーが支えて死にます。下からズバッと。そんな即死コンボかいって。よし、そしたらここもまたあれかな、病室というかあれなので、せっかくだからセーブしておきましょう。ここでセーブだ。よし、セーブ完了。そしたらここでも必ずイベントをチェックしていきましょう。おお、ここかな。結構衝撃なシーンですよ。はい、教授です。なんと教授、内臓だけ、内臓と骨だけにされちゃってました。なんでこんなことになってしまったんでしょう。もう見えないし感じないし、もう殺してくれと願っております。もう目も見えないんですね。いやー、なんてことだ。これが生命維持装置ですね。この装置のスイッチ？うん。スイッチを押すだけで彼の命は奪われてしまうのだ。やっぱり願いは聞いてあげるべきですね。
ちゃった、本当に殺しちゃった。ルーに行ったらまた人殺しちゃうなんて、私だけじゃ気が済まなかったのかしらね。ねえ、今どんな気持ち？人を殺すってどんな気持ち？ねえ、どこ行くの？今まで親代わりになってくれた人を殺しちゃったのよ。 NDK だ。私を殺した時と同じように平気な顔で生きてくつもりなの？まさかね。黙りなさい、コニー。え？私覚えてるのよ、あの時のこと。一緒にボート遊びしてて、風で飛んで湖に落ちたあなたの帽子を私は取ってあげようとした。それを後ろから突き落とそうとしたのよ、あなたは。それは嘘、嘘よ。だけど自分が落ちてスクリューに巻き込まれた、それが真実だわ。嘘、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 嘘。ルーニーは自分に都合よく思い出を変えてるわ。それはあなたのことでしょ、コニー。あなたはずっと私に意地悪だった、なのに死んでからもやめないのね。でももうあなたに許してもらおうなんて思わない。私は生きるわ。結構ね、突然すぎて、あの、おうって感じですけど、強くなっちゃいましたね、急に。急に黙りなさい、コニーって。あ、これどこだっけ。ここは上がってこれたのかな。ここありましたね。すごい惨劇の後、大変なことになってますね。ここはあれですね、最初モニカが逃げてた場所です。覚えてますか。つまりここにはジョンが、ブーニー、これはカードキーが押してる。ジョン・トンプソンさんです。ジョンなんとかさんですね。腕が鍛えちゃって結婚指輪の人ですね。なぜか笑ってました。ちなみにあれですね、連打失敗すると閉じ込められて死にます。なんで動いてるのかどうかはよくわかんないです。なんで動いてたんでしょうね。つかなんでこんな破壊されてんだろう。電気よ。電気がすごいわ。すごい水没してるわ。爆発のせいか。もう見えてた。わあ。ひー。シザーウォーカーが来るよ。近い近い近い。危ない危ない。ただこれを使います。そんな近づけなくても。ギリギリ
スッて帰っていくね。まだ電気入ってるんだけどね。はい、撃退完了です。電気いいね、さすが電気。水と電気の相性完璧。で、エレベーター動いてるかな、まだ。爆発の影響でもう全部ほとんどのものが壊れちゃってますけども。動くのかしら。よかった。エレベーター稼働中よ。で、先ほど手に入れたカードキーで、一時ババアが潜んでいたこのエレベーターに乗ります。今のシーンは何だったのね。たまにこう不安になるね、動かなくなって。で、ここが、かつての、はい、倉庫ですね。開かない。まあ開けなくてもいいんですけどね。で、ここからさらにいくつか回収をしていかなきゃならないんですけども、まだやってないところもあるので、アイテム回収とフラグ回収をしまして、次回いよいよ最終回ということです。その前に一回広場で、セーブしまして、今回はここまでにしましょう。ビリヤードの弾を集めなきゃならないので、ちょっとまだいくつかやることが残ってます。よいしょ、ここですね。はい、充電をしておきましょう。はい、 OK です。それでは次回、ナイトクライ最終回となります。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。